また会いましたね、黒崎さん。しかし度胸だ。まさか本名で堂々とアパートを経営してると思ってみませんでしたよ。捕まりっこないと鷹をくくっているのか、家族の敵討ちだから見逃してもらえると思っているのか。敵討ち、まあどちらにしても随分甘い話ですね。ああ、やっと思い出した。詐欺に遭いそうになった時注意してくれた刑事さんだ。で、あの詐欺師捕まったんすか。くしゃ一つだけ言っていいですか。私はゲーム感覚で犯罪を犯すやつが大嫌いでね、あなたの尻尾をつかむ日を楽しみにしてますよ。